おはようございます。よくいらっしゃいました。入ってますかね。はい、コロナの話ばかりですけど、またね、感染が広がっていて、私が一番心配するのは、また再びこの街道でね、礼拝することをやめなければならない、そういうね事態になることでありまして、広島、数字上は広島県の感染状況はね、今までで一番ひどい状況で、一番最初の時に街道を閉めて、ちょうどイースターの時から1ヶ月半、オンライン礼拝にしたんですけど、頼むからクリスマスの時からオンライン礼拝とかに並んでくれと、本当にもうそれだけ、私は祈っております。ただね、状況が状況ですから、判断には従わなければならないとは思っておりますけれども、大阪の方ではすでに、街道を閉めて、オンラインだけの礼拝になっている教会も増えているようであります。こうやって集まってね、礼拝できることは本当に幸せだなと日曜日のたびに思うわけでありますけれども、どうぞクリスマスまで、その後はいいっていうことじゃないですけどね、やっぱりね、クリスマスこれですからね、このリースでね、クランツでね、私たちただクリスマス祝ってるわけじゃありませんから、本当の意味をね分かって、共に祝ってるわけですから、このクリスマスの礼拝が街道で守られるように、残念ながら今年はいつもやっているポットラックパーティーとかね、はできませんけれども、それでもね、一緒に集まって、主を褒めたたえたいのと思っておりますので、ぜひ祈っていきましょうね。礼拝ができるようにっていうことよりもね、本当に早くこの状況が収束するようにということを祈り続けていきたいと思います。先ほど明かししてくれましたけれども、昨日森下君とエリちゃんがね、結婚いたしまして、2020年コロナの年だったんですけども、2人の結婚でね、私の気持ちはすっかり晴れた感じが、昨日も乾杯の温度でそれ言ったんですけど、もう2020年は2人が結婚した年だということでね、本当一条の光のようなことでありますけれども、お二人のね、これからの幸せをさらに祈っていきたいとは思っております。さて、今日のメッセージはですね、老夫婦の福音という、実際にはアドベント先週から始まっておりましたけれども、先週は特別にハイビーエーの鈴木雅也先生がこの地を訪ねてくださっておりましたので、鈴木先生にマルコ福音書からのメッセージをしていただきました。今日はアドベントの第2週ということですが、今日来週再来週とクリスマスのメッセージをしていきたいと思います。今日の聖書の箇所はですね、ルカによる福音書の1章であります。でルカによる福音書の1章はですね、なんと80節もある長い章ですね。これが一番長い、詩篇の119編一番長いですけど、新約だったらここが一番長いのかなとちらっと思いましたが、全然検証はしておりませんけれども、やたら長いですね。もともと聖書にこの章とか節はついてたわけではありません。最初に書いた人が章や節をつけたわけではなくて、確かグーテンベルクの活版印刷、最初にやったのは聖書ですけども、その時につけたんじゃなかったかなと思いますけどね。なんかそんな私のいい加減な記憶で、違ってたらメール、ここまでメールくださいって感じですけど、はい長いことね、この聖書に章とか節とかなかったんですけども、なんでこの1章だけね、こんなね、大長い、1,2,3,4 ページぐらい切らんかったんかなと不思議に思いますけれども、ここはイエス様の誕生の前のね、お話なので、ここまで一つにまとめたのかなと思いますけれども、今日はその
中から何箇所かこう抜粋してお話をしたいと思います。今日の主人公は老夫婦でありまして、彼らの身に起こった、皆様よくご存知のストーリーですけれども、ここの中から神様からの福音を共に受け取りたいと思っております。まず1章の5節から17節をお読みいたします。ユダヤの王ヘロデの時代、アビヤ組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていた時、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。以上であります。この夫婦でありますけれども、ご主人はザカリアという名前で祭司でありました。イスラエルにおいて祭司というのはもうその血筋の人にしかなれない。ずっと遡るとですね、モーセの兄であるアロンですね、アロンの子孫が祭司として、神殿で使えることが許される、特別な人でありました。で、奥さんもですね、奥さんのエリサベトもアロン家の娘であったと。だから彼女も祭司の家系の娘さんで、二人とも由緒正しい夫婦であったということですね。でさらには、神の前に正しい人で、主の掟と定めを全て守り、非の打ち所がなかったっていうんですから、すごい人たちですよね。祭司でもね、結構いい加減なのもいたと思いますけども、彼らは非の打ち所がないほどに神様に忠実に従った人たちだったんですね。しかしその祭司夫妻であり、神様に忠実に従った2人の間に子供がいなかったんですね。これは本当に2人にとっては辛いことであったと思います。イスラエルの特にこの旧約聖書のものの考え方といいますか、その教えに従うならば、子供がいないというのはやはり何かこの二人に罪があるか、神様が子供を与えられない何らかの理由があるというふうに今人々は思っていたし、この二人も多分思っていたと思うんですね。で、新約聖書の時代にはですね、この子供ができないと簡単に離婚状を書いて離縁することができたと。
まあ、イエス様の三条の水訓にもねその話が出てくるんですね。まあ、完全にこの男尊女卑の社会ですから、まあ、責任は半々なんですけども、それでも子供ができないともうすぐに離婚すると、そういう時代でありました。だからこの この夫婦に子供がいなかったのにですね、エリザベットをザカリアは離縁しなかったっていうのは不思議なことですよね。祭司ですから当然この家を守らなければなりません。その血筋を絶やしてはいけないわけですね。だからこの子供が何としても、まあ、特に男の子を何としても儲けなければならないと。まあ、最近日本ではねそれほど言わなくなりましたけども、やっぱり昔はこの名前がなくなるというか、家を継ぐということはとても重要なことではありました。でイスラエルでももちろんそうだし、ましてや祭司の家系ですから、まあ、アビア組というですね、まあ、あの祭司の家系の中でも、まあ、重要なポストにある人ですからね、子供がいないということは彼らにとってとても辛いことだったと思いますけども、ザカリアはエリサベトを離縁しなかったんですね。多分これはザカリアの正しさであり優しさだと思いますね。自分たちは主の前に自分も妻も非の打ちどころない、なく律法を守っているんだから、主は必ず子供を与えてくださるに違いないという彼の信仰でもあるし、そしてまた、自分の妻を愛する思いで離縁しなかったんだと思いますね。とってもいい人です、でそのザカリアにですね、とても今度は素晴らしいこのチャンスが回ってきました。神殿で使えるのはこの順番だったんですね。この、まあ、彼はアビア組という組だったんですけども、いろんな組がいくつもあって、それはこう順番に神殿で、まあ、それにアロンの子孫がたくさんいましたから、順番にこう交代で祭壇で神殿で働くと、こうそのまあ、主にはですねこの神殿で賛美をするとか、あるいは警備をするとか、あるいは生贄を捧げるとかですね、まあ、いろんなこの仕事があったんだと思いますけれども、でそのアビア組に回ってきた時に一番重要な仕事は何かというと、聖所に入ってですねこの聖所で香を焚くと。これはこの組の中でもたった一人しか選ばれない、まあ、場合によっては一生選ばれないかもしれない、そういう務めだったんですね。でたまたまこの時ザカリアにくじが当たるわけです。で、彼は聖所に入って、まあ、あのご存知のようにイスラエルの神殿というのはこの、まあ、何層にもこうなっていてですね、一番中心にあるのが聖所で、その奥に至聖所というところですねあって、ここは年に1回大祭司しか入れない、そこに契約の箱があったりするわけですけれども、その前は祭司が常に入って香を焚く、あるいは、パンとかですねそういうものをこう交換するという、あるいはその食材の火を灯すという仕事があるんですけども、彼はこの香を焚くという一番大切な仕事に当たりました。まあ、ザカリアもね、まあ、緊張してこの仕事に当たっていたと思いますけれども、そして人々も大勢の民衆がみんな外で祈っていたと、香を焚く時には人々がその祭壇の周りに取り囲んでお祈りをする。香を焚くっていうのはですね、これお祈りの象徴なんです。こう煙がねこう上っていくじゃないですか。ですからこの煙とともに祈りが上っていくようにということで、こう焚いたぞというと多分この煙がちょっとずつ出てくるんじゃないかと思いますけれども、人々もよし今だっていうんでさ、こう聖所に集まってきて、私のお祈りが天に届きますようにということで祈ってたんだと思います、ね、かなりちょっとご利益っぽい感じですね。こう焚くっていうのは、世界中のねこの宗教で行われていることで、日本でもね仏教で、線香を焚いたり、しますし、いろんな宗教でこう焚くんですけどね、こう不思議なことですね。こうなんか人の思いを天に届けようとすると、いい匂いをこう上に上げると、
なんか神様がいい匂い嗅いで言うことを聞いてくれるんじゃないかなみたいな、そんなちょっと浅ましい、感じがしますけども、まあ、もちろんね、これはちゃんと聖書に、旧約聖書に記されたことですから、そんな浅ましいという方は、ね、言うと怒られますけども、まあ、でもこのザカリアが香を焚くというですね、まあ、しきたりに従って多分やったんだと思いますね。そこへ、天使が現れると、ね、ロマンチックですね。このクリスマスのストーリーに天使はつきものです。どんな姿だったのか分かりませんけどもね、大体もう天使っていうとこう後ろに羽が生えている白い洋服を着て金髪の男か女か分からないような感じ の人、まあ、人というかを想像しますけどね、聖書どこにも書いてありません。はい、そんなんじゃなくてみそらしい格好をしたおじいさんだったかもしれないんです、分からないですね。それは人間のこの希望的観測で描いてるわけですけど、まあ、明らかに天使だと、明らかにこの人間とは違う存在が現れてですね、そして香壇の右に立ったと、ね、彼がこの香を焚こうとしているところのそこの右に立ったというのは、まさにこの彼の祈りが香と共に立ち上ったところに神様が天使を下ろしてメッセージを伝えているという、そういう状況だと思いますね。そしてこう言いました、あなたの願いは聞き入れられたですね。ここで初めて私たちは、あ、ザカリアは、ね、子供が与えられないことをとても苦しく思って常に祈っていたんだなということが分かるわけですね。でザカリアはこの香を焚くという特別な、まあ、ミッションを与えられて、役割を与えられて、もう多分必死の思いでね、香を焚きつつ祈ったんだと思うんですよ。神様、憐れんでください、私たちを憐れんでください、常にもう妻は年を取っておりますけれども、私たちはあなたの掟を必死で守っておりますと、ね、あなたの約束通り、祝福を与えてくださいと必死で祈ったんだと思います。そこへ天使が現れて、あなたの祈りは聞き入れられたというわけですね。まあ、なんと素晴らしい、これはメッセージでしょうか、私たちの枕辺にも時々立ってくれるとありがたいですね。この辺にポンと現れてね、あなたの願いは聞き入れられたって言ってもらうとありがたいですけどね、誰もそういう経験しておりません、はい。まあ、しょっちゅうこんなことだったら怖いですから、逆にね、でもこの天使が現れて、あなたの願いは聞き入れられた、でそこで終わらないんですね。ただ子供が生まれるよっていうことじゃなくて、なんとこの生まれる子供の名前、そしてその子が背負うミッション、役割まで、天使は結構細かくザカリアに告げるわけであります、あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。でヨハネっていうのは主は恵み深いという意味なんですね、ヘブライ語で主は恵み深いという意味で、まさにね、主の恵みによって子供が与えられるというようなことを表しているんじゃないでしょうかね。手話でヨハネってこうやるんですよね、四の羽ですからこうやるんですよね、なかなか面白いですね。手話って時々面白いですね、ヨハネ、僕の好きな手話ですけども、名付けなさいと。でその子はあなたにとって喜びとなりね、当然ですよね、多くのあなたにとって楽しみとなる、多くの人もその誕生を喜ぶと、まあ、その子が生まれることはあなたにとってもちろん嬉しい、奥さんにとっても嬉しい、また人々にとってもそれは嬉しいことでしょう、で彼は主の御前に偉大な人となると。ただですね、一つ守ってほしいことがあると。それは、母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、その前だ、ブドウ酒や強い酒を飲まずって書いてあるんですね。ブドウ酒や強い酒を飲まず、あるいはまあ飲むなということなんですけど、これは旧約聖書にですね、ナジール人という人が出てくるんですね。有名なナジール人はサムソンです。全然ナジール人っぽくない典型ですけどね、サムソン、髪だけ切らなかったっていうサムソンですけども、このナジル人というのは、特別な誓願っていうね、誓いを立てる
立てた人が強い酒を飲まない、髪を切らないですね、まあ、それで何かこう、まあ、願掛けをするわけですけれども、このヨハネに関してはこの生まれてくる子供に関しては生まれる前からそうじゃなきゃいけない。だからエリサベトはもう今からワインも強い酒も飲んじゃいけませんと、お腹にいる時から精霊に満たされている。すごいですね。もうお腹にいる時から精霊に満たされている。そしてイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせると、あなたの息子は生まれてからイスラエルの人たちを主のもとに立ち返らせる、そういう働きをするんだよと。さらにですね、エリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせ、準備のできた民を主のために用意すると、主のために人々を整える仕事をする、まるでエリアのようなそういう仕事をするということをですね、まあ、ここまで、ザカリアに話すわけですね。まあ、ザカリアはびっくりしたと思いますよ。そもそも子供が与えられるということだけでも驚きなのに、名前をヨハネにせえとかですね、この子は将来大変な仕事をすることになるよということを告げるわけですね。ザカリアは当然信じられません。何をおっしゃってるんですかと、まあ、さっきこの後のことは読んでないんですけれども、彼は一生懸命祈ってたんですが、こう言ってしまいました。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っていますと。祈ったんじゃないかいっていうですね、ツッコミを入れたいですね。お前祈っとったんじゃろうと、天使なら言いたいということですね。だから私は出てきたんだよと。信じてなかったのっていう。神様はいつも我々の祈りに対して言ってらっしゃることですね。あんたに信じて祈ってるのっていう。ちょっとこう天使もねガクって感じですね、そんなことは最初から100も承知だと、それでも神様の特別な力であなたの妻に子供を私は授けてくださるんじゃないかと、で、このあとザカリアはですね口が聞けなくなってしまうんですね、まあ、長いので全部読まないんですけども、まあ、ご存知のように信じなかったので、子供が生まれるまでお前は口が聞けなくなるって言われてですね、ピャッと口が聞けなくなっちゃったザカリアで、出てきてもですねもう何も喋れないもんですから、みんなも驚いて、でも彼も慌てて、家に帰りましてね、そして、何も言えないわけです、もごもご言って、でなんか書くも持ってこいってこう書いて、で今あったことをね一生懸命奥さんに伝えたんだと思いますよ。天使が現れて、名前をお前に子供が生まれるって言われたんだと、わしは新人かったけ口が消えようになったんや言ってですねこう書いて、エリサベトも何が起こったのかと思ったと思いますけれども、あそうなのかと、でも彼女多分信じられないですよね、そんないきなりね、言われても、まあ何歳だったとか書いてないですから分かりませんけれども、まあ子供を持つのにはもうかなり難しい年だったと思いますが、でもエリサベトはですね5ヶ月の間身を隠していたと書いてあるんですよ。これどういう心理でしょうかね。5ヶ月の間身を隠していたと、まあ天使がお父さんに言ったことが本当かどうか、待っとこうと、でもちろん誰にも言えないんですよねそんなこと。で多分5ヶ月ぐらいしたら、子供ができたんじゃないかっていうことをこう確信できたんじゃないでしょうかね彼女。まあ、私は妊娠したことがないので分かりませんけれども、まあ、今だったら妊娠検査薬とかねすぐこう出るので分かりますけど、産婦人科もありませんから、彼女はこの5ヶ月かけて確認したんだと思うんですね。そして、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいましたと、自分子供が与えられたということを確信してですね、ああ神様は私に目を留めてくださった、そして私の恥を取り去ってくださった、
ものすごく彼女つらい気持ちだったんでしょうね。妻子の妻であり、自分も妻子の家系であり、夫は一生懸命神殿で仕えている自分も立法に従って正しく踏みを行ってきた、でも子供ができない、周りの彼らはね、多分声が聞こえてきたと思いますよ。お前ザカリアもちょっと、お前奥さんも子供できんだからもう離婚せえやと、ね、でもザカリアはいやいやいや、私はエリサベトを見限りませんと、夫に対するね、多分この申し訳ない気持ちもあったと思いますよ。もう私を離縁してくださいと、多分何度も言ったと思いますね。でもザカリアはそれを聞かなかった。そういうこの長い長いこう二人の葛藤の末に、神様が彼らに子供を与えられるわけですね。まあ彼女はそれは嬉しかったでしょう。私の恥を取り去ってくださいましたと言って、喜ぶわけですね。でこの話はこれで終わりません。その次をちょっと相手読みたいと思います。39節から45節ですけれども、この飛ばしたところの間には、マリアのいわゆる受胎告知の話が出てまいります。まずザカリアとエリサベトに子供が与えられるんですけれども、彼らは夫婦ですけれども、ナザレの女性であるマリアにですね、子供が与えられると、これまた天使が現れて、告げるっていうですね、この話をちょっと来週やろうと思いますけれども、ご存知のいわゆる受胎告知が行われるわけですね。で、マリアはそのまさかね、結婚もしていないし子供が与えられ生まれるとは全然信じられないわけですけれども、それに対して天使は、あなたの親戚のエリサベトももう子供ができない年齢になっていたのに、今もう子供ができてるよと伝えるわけですね。だからあなたの身に起こることは信じられんかもしれんから、エリサベトのとこ行ってこいと、エリサベトはに子供ができているということが、あなたの身に起こることを証明してくれるというか、あなたの身にも起こるかもしれないということを、あなたもそのことで知るんじゃないかということを天使が伝えるわけですね。でそれを聞いてのこの39節から、その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。エリサベトも驚いたと思いますね。どういう親戚関係は分かりませんけれども、でもわざわざですよ、ナザレから、ユダの地、エルサレムの近くだったと思いますけれども、何日もかけて、やってきた、でどうしたのということで、でもそのマリアの挨拶をエリサベトが聞いた時、そこはすごいですね。その体内の子が踊ったというんですね。踊ったんですから、ちょっと帯同があったとかじゃないんですからね。エリサベトの中大変なことになってますね。ヨハネがもう大喜びして踊ってると、エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。エリサベトもこの聖霊によってマリアの中に子供が与えられたということを知ったのか、あるいはマリアがそう伝えたのかね、そっちが可能性は高いと思いますけども、いやエリサベト、実は私のところに天使が現れて子供ができたと言うんですよ、できると言うんですよと、それを聞いたのかもしれませんけれども、あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださると、私の主のお母様、でエリサベトはマリアから生まれてくる子供が彼女の主になるという主人になるということをこの時知っているわけですね。どういうわけでしょう、あなたの挨拶のお声を私が耳にした時、体内の子は喜んで踊りましたと。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうとですね、エリサベトは語るわけであります。さっきもちょっと言いましたけど、マリアのにお告げがあったのはエリサベトに対する、ザカリアに対するお告げがあって半年後ですね。半年後だから、この5ヶ月の間エリサベトは、隠れてたわけですけども、5ヶ月経って間違いなく子供ができたということを確信して、1ヶ月後に天使はマリアのところに告げに行ってるわけです。ちゃんと計画的なんです、これね。そして、
マリア、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさいとマリアには言うわけです。で、さっきも言いましたけども、あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっていると、ね、でそう言われて今のところですね、マリアはエリサベトを訪ねて、まあ、急いで行きます。それはね、急いで行きますよ、うん、でマリアの声を聞いた瞬エリザベトの体内の子が喜び踊ると。でエリザベトの身に起こっていることを見てマリアは、ああ自分の身にも起こるんだなと。まだ結婚もしていないけれども、神様が自分の体内に子供を与えてくださるんだなと。そしてその子は特別な、働きをするんだなと。神の御子でありますからね。そのことをマリアは確信するわけです。そして、またちょっと飛ばして57節からですけれども、さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目に男その子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとザカリアの口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダの山里中で話題になった。エリサベトは、まあ、予定通り、無事にですね、男の子を出産いたしました、天使がザカリアに言った通り、それを彼女はブドウ酒も強い酒も飲まずに、その期間を過ごしたと思いますけれども、無事に男の子が生まれまして、日本だったらね、五男子五出生というんですかね、この大変な大喜びだったと思いますが、それだけじゃなくてね、この周りの人たちも励まされたんですね。主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合ったと。この周りの人たち、特に女たちはエリサベトの辛さをずっと見てましたから、ね、もう周りの人も安心したと思います。よかったねエリサベトね、よかったねザカリア、よかったね、これまで我慢してきて、よかったね、神様あなたたちのことを忘れておられなかったねということでね、みんな大喜びしたんだと思いますが、で名前をどうするかという時になってですね、で父の名を取ってザカリアと名付けようと、まあ、日本人はその父の名を子供につけるということはまあまあしないですけど、イスラエルでは割と普通に行われていたようですし、まあ、西洋圏ではね、そういうことアメリカでもヨーロッパでもよくあります。だからなんとか2世とか、なんとかジュニアなんていう名前の人もいますけれども、まあ、イスラエルでは普通に、父のザカリアだから息子もザカリアということはあったようですけれども、でもエリサベトはヨハネですと、天使がそうつけなさいと言ったのでヨハネですと。でこれザカリアから聞いてたわけですよね。でザカリアに周りの人たちが、どうするのと、ヨハネなんて人はあんたの家にはおらんよと、ね、もうちょっとなんか祭司らしい名前がいいんじゃないのっていうことで言ったら、ザカリア口が聞けませんから板を持ってこさせて、黒板みたいのにこう書いたんですね、ヨハネって書いた、うん、ヨハネですね、書いた。すると彼の口が開くわけですね、まあ、ザカリアもここでほっとしたと思いますけれども、神様を疑ってごめんなさいという感じで、あったと思いますけれども、まあ、これめでたしめでたしということですね。でその後最後にですね、このザカリアが歌を歌います。ザカリアの賛歌というかね、まあ、予言なんですけれども、父ザカリアは聖霊に満たされこう予言したと書いてありますね。褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角を我しもべダビデの家から起こされた。ちょっと飛ばして、幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。
これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと、まあ、もちろんこの天使からね、ヨハネの彼の息子ヨハネが将来どういう仕事をするかっていうことを聞いてはいるわけですけれども、この時ザカリアはまた聖霊に新たに満たされてですね、この幼子がやがて主のために働くんだと、やがて来る救い主の道備えをするんだということを語るわけでありますね。まあ、もちろんこの予言の通り、ご存知のバプテスマのヨハネですね、いわゆる洗礼者ヨハネと将来になっていくわけでありますけれども、まあ、このストーリーですね、まあ、抜粋して読んだのであれですけれども、本当にこれはまあクリスマスにふさわしいストーリーだなと思いますね。他の福音書には出ておりません、まあ、ここにしかないお話なんですけれども、まあ、イエス様の誕生の前に、神様は一組の老夫婦を選んで、彼らに働くことによってこの救い主の誕生というものに対する備えをしてらっしゃるわけですよね。神様の働きっていうのは何かこう突然起こるということではなくて、常に何か私たちの知ることもあるし知らないこともありますけれども、計画的に、そしていろんな人を巻き込みながら、行われていくんだなということを全体的に感じるわけですけれども、まあ、何よりもですね、このストーリーが私たちに語ることはですね、この子供のいない老夫婦に主は目を留められたということですね。神様の目はどこに向いているんでしょうかと、神様はどこを見てらっしゃるんでしょうかと、私たちも時にはね、そういう思いに駆られることはあるんじゃないでしょうか。祈りながら、神様は私の方に目を向けてください、私の祈りを聞いてくださいと、私の祈りは虚しくどっかに飛んでっておりませんでしょうかというような気持ちになることもあると思いますけれども、このストーリーは、いや絶対にそういうことはないと。神様は私たちの祈る祈りに耳を傾けておられるし、神の目はこの老夫婦に向けられたように、私たち一人一人にも向けられている、私たちに目は、私たちに上に主の目は止まっているんだということを教えてくれると思いますね。それぞれに、状況は違うし環境は違うし、願いも違いますけれども、本当に神様が皆さん一人一人のその必要に応じて、またその祈りに対して必要な答えを準備しておられて、しかしそれはこの話が教えてくれることはですね、やっぱり特別な時なんですね。こう高齢になってたから良かったわけでしょうからね、結婚してすぐだったら多分ね、全然なんともない話ですけれども、この話を読んで皆さん何を思い出しますか。アブラハムですよね。アブラハムとこのサラの話、彼らもそうでしたよね。もう高齢でもう子供が与えられないという時にイサクを与えられると。だから神様はやっぱりその時を待っておられて、その最もふさわしい時に神の技が起こるんだと。そしてそのためには、まあ、もしかすると我々の側に忍耐が必要になってくるのかもしれませんね。その時がいつかは私たちに分かりませんから、神様いつですかいつですかと思いながら、祈り続けなければならないということもあるとは思います。でも祈りの香りは必ず天に届いている。必ず主は私たちの祈りに耳を傾けておられて、そしてふさわしい時に主の技が起こるんだと。それだけではありません。ただ彼らに子供が与えられただけではなく、この老夫婦に子供が与えられたことがマリアを、イエスの母マリアを励ます、そういう役割というか、そういうことに用いられてるんですよね。だからマリアのがそのイエス様を身ごもるということはもともと神様の計画にあるわけですけども、でもそのマリアを励ますためにわざわざ老夫婦、長いこと
まあ、変な言い方ですけど、子供を神様与えられなかったんですよ、このマリアを励ますために。だからもう、まあ遡ってったらどん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 昔に戻るわけですけれども、わざわざ彼らに子供が与えられない。でもこのマリアが、自分の身に起こることを信じるために、その絶妙に6ヶ月前に、ザカリアにくじを当てて聖女で勤めをさせてですよ、ね、でそこで天使を送ってザカリアに、告げてるわけです、うん、これ偶然じゃないんです。ちゃんと神様の時を選んでそのようになさってる。そのマリアの受胎告知の1ヶ月前にはエリサベトは自分のお腹に確かに子供がいるということを確信できていなきゃいけないですから、そのタイミングで、マリアに受胎告知を、でマリアがエリサベトのところに来た瞬間にエリサベトのお腹で赤ちゃんが踊らなきゃいけないです、ね、わかります？3ヶ月じゃ踊らないですよね、うん、5ヶ月ぐらいだったら踊れるんでしょうかね。じゃ僕も詳しいことは分かりませんけれども、胎動っていつぐらいから始まるんでしょうかね、5ヶ月ぐらいで胎動ありますか？ありました？覚えてないとか言ってますね、まあ、だいぶ昔の僕も覚え全然、まあ、僕も覚えてないとかあれですけども、でもその赤ちゃんが踊るタイミングを選んでるんですよね。だ神様はやっぱりね、なんて言葉はちょっとあれですけど粋ですよね、マリアが、エリサベトってこう息切って入ってきた時にね、このエリザベトのお腹で赤ちゃんが踊る、まあ、踊るっていうのは どんなか分かりませんけれども、ものすごい暴れたわけでしょう、ね、まあ、びっくりしたと思いますよ、ね、まさにその、タイミング、うん、でそれを見てね、その話を聞いてマリアも、ああ自分の身に起こることは、間違いないんだなということで、まあ、この後有名なね、マリアの賛歌があるわけです。マグニフィカートと言われる賛歌があってね、主は橋ために目を留めてくださったと言ってマリアは主を褒めたたえるんですよ、うん、でもそれだけじゃない。この生まれる子供がイエス様の、やがて生まれる救い主イエスキリストの準備をする。両親もイエスの母の出産の準備のために用いられ、息子もイエス様の準備のために用いられているっていうですね。まあね、神様やることがなかなか、面白いですね、本当に神のなさることは素晴らしいな、不思議だなと思う出来事でありますが、最後に、これはエレミアの言葉ですけれども、この話を読みながらね、このエレミアの言葉を思い出しました。その時乙女は喜び祝って踊り、若者も老人も共に踊る。私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め悲しみに変えて喜び祝わせるというですね、エレミアの予言の言葉でありますけれども、まさにこの老夫婦に起こったこと、彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め悲しみに変えて喜び祝わせると、神様がこの私たちに与えてくださる福音というのはまさにこういうことですよね。神は私たちの嘆きをご存知です。涙を数えている。私たちの痛みも苦しみもご存知であると。でも必ずその嘆きを喜びに変えてくださる。私たちを慰め悲しみに変えて喜び祝わせてくださると。それこそが神様の技であるし、それこそが福音であります。私たちはそれを信じている、ね、神のなさることは時にかなって麗しい。それがいつになるか、どのようなことになるかは分かりません。ザカリアがまさか自分の子供がもうこの時になって生まれる、あるいはこの子が妻の妊娠がイエス様の母マリアを励ますことになり、この子がイエス様の前を道を整えることだと全然思ってなかったと思いますね。でもこの誰も考えなかったことが起こるからこそ
これは主の業だということが私たちには分かるんですね。私たちの思いをはるかに超えて働かれる主を信じ、私たちは期待してですね、祈り続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、イエス様の誕生の前にこのザカリアとエリサベトの身に起こった麗しい出来事があったことを今日読みまして本当に感謝をいたします。神様、あなたのなさることはなんと不思議なことでありましょうか。そしてなんと麗しいことでありましょうか。私たちの思いを、私たちの計画を、私たちの願いをはるかに超えて、しかし嘆きを喜びに変える、それが主なる神の私たちに与えてくださる福音であることを感謝いたします。ザカリアは天使のお告げがあった時にそれを信じることはできなかった。祈っていたけれども信じていなかった。主よ、私たちにそういうことがありませんように、信じて祈り続けることができるように、主が必ず私たちのこの嘆きを、ご存知である主が慰めてくださり、いやその何倍にも勝る喜びを与えてくださると信じて祈り続けるものとならせてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。